ゃんじ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 ゃん。今日何やるか僕聞いてない。聞いてないですか？何するの今日は？今日はね、すごいもの持ってきましたよ。すごいもの？すごいもの持ってきました。やっと来たんですよ。え？何？大きいチョコレート？何？興奮するぐらいの。あれ？あれですよ。東京ディズニーランドがもう一回オープンしたっていうあれ？そう。美女と野獣がね、新エリアが私の誕生日にね、オープンしたのよ。おやー、その発表。そう行きたいのよ。行きたいよね。しかもなんか行った人の話聞くとめちゃめちゃ今までの魔法感がすごい強くて、すごい、そうめっちゃ面白いって言ってね。すごいね。動画見ちゃったもん。動画、ライドの動画、あ、実際乗ってる人の動画見ちゃった。自分が行く前にダメだよ。違うんだよ、あれはね、楽しみにしなきゃダメだよ。予習していくとね、ここ実際はこうなんだ、逆に面白い、2倍楽しい。それを2回目でやればいいじゃん。2回乗れないもん、あれどうせ3時間とか待ちたくないもん。2回行くんだよ。どうせファストパスもなんかそこのチケットの制度も変わる。ファストパスじゃなくて、なんかネットの抽選って言ってましたね。オープン前だったからじゃない。そういうことか。某ビッグリバーが乗ったって言って、ホントね、それ聞いた瞬間ジェラシー燃やしましたね。マジでアンフェア。ディズニーもね、多分僕50回ぐらいは行ってると思う。こんな大好きなのに、私もう1年も経ってるね、ソアリンにまだ1回も乗れてないの。ソアリンねだってこないだ行った時もソアリンもうわけわかんないぐらい列。そう、わけわかんない。もうメディテレニアンハーバーからビューって列できて、ミステリアスアイランド抜けてアラビアンコーストの方まで並んでた。あれ見たらもういいよってなって。しかも入場制限かかってる日だよね。そう、いつもより少ない日っていう。それでその並びでしょ。こんな並んでも映像見たくないって言って、そう、もういいよもういいよって言って帰った後、ちょっと並んどきゃよって。いや、むしろあの日は匠さんが乗んなくていいよって言ったからみんな乗らなかったんだけど、帰って後悔したの。そう、何やっとんねん。話めちゃめちゃ脱線したけど。いや、どう？あ、それじゃないです。それじゃない。それじゃないです。オズマンドってね、オリジナルのデックがいくつかあるんです。あります。青から始まって、赤は演者さん限定。で、次にゴールド。ゴールドエディションね。もうリチャード・ターナーのゴールドスタンダードの質で作った。めちゃめちゃかっこいいし、よくテレビとかでもすごいかっこいい。めちゃめちゃかっこいいんだけど、行き着くもとこまで行き着いたなって感じがね、ゴールドエディションであったよね。それをもう超えるものがね、出てきましたよ。なんと、オズマンドデックプラチナムエディション。プラチナムゴールドの上ですよ。プラチナム白金ですからね。やばいですよ。これがついに届いたんですか？届きました。来たよ。見せちゃいます。本邦初公開です。初公開だね。初公開ですよ。もう僕企画知らないって言ってましたけど、実はここにねチンチン。違う、これね、これやばいっすよね。やばい。まず青ね。青一番最初に出たやつね。これもう在庫ないから、私が持ってるやつもね、使い古してボロボロのやつなんだけど、これはこれで今レアだよね。そう、これもね、もはやレアになった。でもやっぱ青もかっこいいね、今こうやって見るとね。いや、青も十分かっこいいってか、そもそもデザインがめちゃめちゃかっこいいから。青ね、はい。むしろ多分青を手に取ったことない人ももしかしたら多いかもしれない。まあそうだね。やっぱでも鮮やかだね、色がね。これ全部やっぱロットが違うから、質が少しずつ違ったりとか、ね、まあこれはゴールドエディションと違って、いわゆるゴールドスタンダードほど紙質は良くない。でもね、結構張りがあってね、普通のバイシクルよりは全然いいよ。これ青ね。青ね。で、これが演者専用の赤ね。これ僕実は、触り心地的には青より実は赤の方が好き。赤は赤で、もう本当にただ純粋にかっこいいくてエッジが効いてる感じ。赤もかっこいいな。かっこいいよ。赤もかっこいいな。そう、かっこいいんだよ。これは演者さん専用で、皆さん手元に3デックコンプリートね、この青。まあね、それでセットで入ったりとかね。あとね、ゴールドスタンダード。いや、これは文句なしでかっこいいのよ。これもゴールドエディションね。これがね、こっから金が入ってる。そうだね、こっからね、金ピカが入って、金ピカリンが入ってね。そう。いや、でも並んでも、いや、だからこれコンプリートセットがこういう風に並んでる。でもうこれだけで十分豪華だったんだけど。豪華だったんだけど、ここに、はい、じゃがじゃん。でーん。で、ここにプラチナがね、ちょっとこれ箱並べてみようか。いや、もうなんかゴールドエディションとかはこのラインが金っていうので豪華だったんだけど、この、ね、プラチナはね、もうフェイス全部が光ってんのよ。そう、メタリックインクですよ。すごいすごい、本当にね、これはすごい。裏は裏がね、こんな感じ。いいじゃん、かっこいいやん。かっこいいよ。かっこいいやん。こう並んでくると、いや確かにどんどんオズマンドデック進化してるなっていうのが、いや本当、ここまで来てどこ行くんだって言ったらもうね、いったね。実際開けてみましょうか。開けてみましょう。じゃあ行きましょう。あ、いいじゃん。チュル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 って感じがいいね。綺麗に。で、ここシールがオズマンドなってるね。開けましょう。シキュン。ででん。いや、てかもうね、オズマンドデック知ってる人だったら、もうこのジョーカー見た時点で、あれちょっと違うっていう。そう、ここのね、妖精のこのパウダーっていうのが、なんていうんだろう、このシュインっていうのが金色になってる。そう、ここにあれだ。ジョーカー入ってる。私ジョーカー入れない派だからね。これこういう感じでね、やばいのがよ、まあフェイスは同じなんだろうなって思うじゃないですか、うん、フェイスが同じなんだろうなって思うでしょ。見てこれ、絵札がねメタリックインク使ってるんですよ。表にも使っちゃったの。表にもこれもね、狂気の沙汰なんですよもうここまでくればね、本当にキンキラキンですよ、全部。そうね、気になるバックね。チギン、ほらこのね、わかるかな、この光り具合。じゃあこれわかるかな、これもう他の普通のメタリック入ってないやつだとまあこんな感じだね。そういやいやいや、めちゃめちゃ綺麗だね。やばいね。で、絵札がこんな感じ。メタリックのインクがね。ゴールドがね。ゴールドがね、なんて言うんだろうね。色的にはさ、そのブロンズというかさ、ちょっと落ち着いた色なんだよね。かっこいいのよ。かっこいいね。かっこいいのよ。かっこいいよ。そう。これなのよ。で、ブランクと、あとダブルバック入ってます。そうで、ジョーカーはもちろん手振りで。そうで、質がね、あれ僕この間気づかなかったけどさ、うん、これジョーカーのさ、うん、羽もメタリック使ってるよね。これあ、本当だ、羽もメタリックになってる。こっち銀使ってるよね。すげえすげえすげえ、気づかなかった。使ってるね。やばいね。やらかしてるね。やらかしてんね。普通ももちろんゴールドスタンダードと同じ B のねストックで作ったリチャード・ターナーのゴールドスタンダードと同じ質なんですけど、サンちゃんも言ってたけど、こっちの方がね薄いんですよ。こっからねまたクラッシュこうやってギュッとするともっと薄くなるんですって。だけどこれクラッシュしてないんですよ。クラッシュしてなくてもうちのゴールドエディションよりも1枚か2枚分ぐらい、ね、そう1枚ね薄いんですよ、ね、これはもうねやばいよね。おー、ジュイーンってほら入った。これちょっと分かりにくいんだけど、紙が普通になんか光が反射してっていうのと違うんですよ。こういうのもここら辺で分かるかな。分かるね。ほらこの感じ。いやー、これはやばいね。マジでかっこいい。そうね、あんまり他にない、うん、デザインというか色使いもそうだし。いや、これわかるよ。プラチナムエディションのデックレビューだからこれ言うのもあれだけど、うん、やっぱねどれもかっこいいですよ。どれもいいんだよ。本当にどれもかっこいい。みんな違ってみんないい。そう、みんな違ってみんないい。そう。僕ね、今だから言えるんだけど、うん、このゴールドエディションの唯一ここの部分がなと思ったのは、ここさ、せっかくすごい細かいラインが入ってるのに、車輪がね、そこね、そう、見えなかったのよ。そうだね。これ。ちょっとね、色がね、濃いめだったからね。濃いめだったからね。ちょっとした影でこう見えなくなっちゃうね。そう。矢印みたいになっちゃうね。今回もうしっかり。綺麗に細かいデザインが出てて、そう、バイシクル、車輪なの。一応これバイシクルなんですよ。そう、オズマンドバイシクルなんです。なのでここにちゃんとね、バイクの車輪がついてます。これね、いや久しぶりにライブの人間ながらこれ見た時興奮して、あ、マジで来たのみたいなプラスエディション来たのって。そう、褒めることしかないからレビューにならないけど、はい、今回はオズマンドデックの新しいニューカラーのデックレビューでした。まあ販売はオズマンドになりますけど、他のねマジックショップにももしかしたら、まあ、オズマンドの店頭と、はい、あとウェブショップでは購入できるようになってます、はい、ぜひオズマンドデックのプラチナム、はい、販売されたら、ゲットして触ってみてください。これもまあ他のデックもそうなんですけどね、ゴールドエディションがもうあまり数が残ってないです。店頭ではちょこっと置いてありますけど、ウェブは引き上げたんだよ。引き上げたんですけどね、店頭でしか今買えないで、まあ、もちろんなんですけど、これもね、まあ、いくつ作ったかは分かりませんけど、はい、まあ個数限定になってます。そうですね、数に限りがございますので、そう、販売開始になったらぜひお買い求めください。以上プラチナムオズマンドデックのプラチナムエディションでした。バイバーイ。オズマン